山本幸三君。山本君。自由民主党の山本幸三でございます。日頃は後ろの方からヤジばっかり飛ばしておりましたけれども今日は最前列で質問席に立たせていただきました。委員長並びに理事の皆さん方のご理解に心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。その上で今日はアベノミクスについてその本質そしてまた誤解等を解くという作業をできればと思っております。まず安倍総理、私は あなたが総理大臣になられて本当に良かったと思っております。でそれは長年にわたるデフレというものがようやく脱却できる兆しが見えてきたからであります。 GDP デフレーターで見ると1994年から消費者物価指数で見ると98年から日本はデフレに陥っているわけでございますが、そのために多くの人が仕事を奪われました。あるいは中小企業の倒産を免れませんでした。また大企業は工場を海外に移し地方経済が疲弊いたしました。円高が起こり観光客も減りまさに地方もどんどん悪くなっていったわけであります。住宅ローンを借りている人は実質負担がどんどん上がっていった。さらにまた年金生活者は年金まで下がると、そういう国民に負担を強いてきたこのデフレ、これを安倍総理あなたの決断でですね一気に脱却しようとしているわけであります。本当にありがたいことだと、まさに国家国民の救世主であると私は思っております。その意味で安倍総理の経済政策アベノミクス、この特徴というのは一体何なのかと、これまでの政権の政策とどういうふうに違うのか、どう考えておられるか教えていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。ずっとこの金融政策について山本幸三委員はですね15年来、大胆な金融緩和を行うべきだと主張されてこられました。党内においてもですね山本委員のご主張はどちらかといえば野党的な立場であったわけでありますが、私は総理を辞めた後ですねどうやら山本先生の主張は正しいのではないかそう思い始めまして、何回か山本先生からお話を伺ううちにですね、それは確信へと変わってきたところで、ございますが、そこで、この15年代、こびりついた、デフレ、マインドを変えるのはそう簡単なことではないわけでありまして、大きく違う点はですね国民の皆様にこれはいよいよデフレから脱却できるのではないかと思っていただくそういう政策を行うということであります。まずは 2% というインフレ目標をしっかりと定める、つまり 2% という目標に向かってある程度の期限内にそれを達成しますよ。そのために、日本銀行はあらゆる手段を取ってそれに向かってですねプロとして、達成していきますよということを、政府との間でまた国民との間で明確にそれを示していくということが根本的に違う点でありまして、そして、成長を持続的に可能にしていくために、大胆な金融政策と成長戦略、この3つを合わせて今までと次元の違う政策を示していくことによって国民の皆様があこれは変わっていくなと、思い始めていただくに至って、これが大きな違いだろうとこのように思っております。山本幸三君。全くおっしゃる通りで、要するにデフレを脱却するためには国民の間に蔓延しているデフレ期待、デフレ予想というのを一掃しなきゃいけない。でそのためにはまさに金融政策の転換が必要なんですね。それを 2% の物価安定目標政策という形ではっきりと示された、そのリーダーシップを安倍総理が取られたということでありまして、私はまさに日本の歴史的な転換だと思います。で問題はこの
2% の物価安定目標というものをしっかりと実現していただかなければならないわけでありますが、それは日本銀行に責任を持ってやってもらわなきゃなりませんが、その責任を問うときに問題になるのが達成期限であります。達成期限がはっきりしていないと責任の取りようがない。で、今までの日本銀行というのは目標も曖昧、期限も曖昧ということで逃げ回ってきておりました。これでは国民の間のデフレ予想を払拭することができなかったわけですね。で、そのために責任を問うための必要なものとして達成期限というのは非常に重要なんですけれども、この共同声明を読んでもできるだけ早期にとしか書いてない。で、これではちょっと物足りなく思うんですけれども、この間の白川総裁との交渉で、麻生財務大臣、甘利大臣ともども期限をはっきりしろと迫ったんじゃないかと思いますけれども、白川総裁はどうしてこれを受け入れなかったんでありましょうか。麻生財務大臣。先般の1月の22日でしたから共同声明の取りまとめにあたりまして、いわゆる言われましたようにデフレマインドというものが固定化しておりますものをこう取り除くということが大事で、そのためには金融緩和が絶対、まあ、これは皆共通のご理解をいただいてたんだと思いますが、 2% の物価目標というのに関しましては、これはいろいろ素案を何回かやり取りしている間の話ですが、中長期的にと書いてありましたので、この長期というのはもう問題になりませんということでお話をさせていただいて、できるだけ早くと書いてありましたので、次に出てきた文句はできるだけ早くだったので、これすいませんけど、あの役所で書いてある前向きに検討しますと同じような意味じゃないですかと、これとてもダメですと言って英文見せていただけませんかと言って英文を見せていただいたら、 as soon as possible じゃなくて at the earliest possible time と書いてありましたな、これならというお話をさせていただいたのがその背景です。少なくとも何年と言われても、なかなか私でも今2年というような感じになっておりますけれども、少なくともデフレ目標、すみません、インフレ目標というものは世界中見ましても何十パーセントに上がってたインフレを 3% に下げます、 5% に下げますというインフレ目標というのはやられた国はありますけれども、マイナス、いわゆるデフレーションですから、マイナスのものをプラスにして 2% というのは過去に例が一つもありませんので、そういった意味ではなかなか難しい話だとは思いますけれども、デフレ目標と、インフレ目標として 2% という目標を設定をしていただいておりますので、その意味では我々はあって earliest possible time と、これで我々としては納得をさせた、して、したというのがその背景であります。以上。山本幸三君。ここに白川総裁が書いた教科書があります。おそらく大学で教えるときに使われた教科書だと思いますけれども、現代の金融政策、ここにはちゃんと書いてあるんですよ。ここの55ページにですね、金融政策をある程度の時間をかけると物価上昇率の水準に影響を与えることができる。で、それは一般的にはそのタイムラグは1年から2年くらいの長さであると考えられていると。そして審議員の宮尾隆三さんの実証研究を引いて、宮尾さんの実証研究では影響とは2年で全部出尽くすんだと書いてある。つまり白川総裁は自分の教科書では1年から2年と言ってるんですよ、ね、にもかかわらず責任を取りたくないためにはっきりと年限を示さないんですよ。極めて不誠実だと私は思いますね。で、これは世界の常識なんだから、今度の新総裁黒田総裁、岩田副総裁2年言ってるんですよ。だからその2年が普通のやつなのに、できるだけ早くですからね、2年いないとのは当然ですよ。そこで今日は黒田新総裁に来ていただいておりますので、まあ本当は
明日、明後日が金融政策決定会合ですからね。ブラックアウトの時期で本来発言ができないというのが普通でありますし、まあ、本当だったらそれが終わった後にやるべきだったと思いますけれども、まあ、どうしても今日ということで、来られる以上はお聞きしなければいけないのでやらせていただきますけれども、黒田総裁ですね、あなたは大きな使命と責任を担われたんですね。安倍総理から 2% という物価安定目標を何としても達成しなきゃいかん、もうこれは大変なことですよ。そのためにはもうあなたは責任を取られたという保身を考えちゃいけない。これからいろんな批判も出るでしょう、誹謗中傷もされるでしょう。しかしそんなことに一切耳を傾けちゃいけないんですよ。命がけでやらなきゃいかん、それが総理から託された使命ですよ。そのためには退路を断たなきゃこんなものは誰も信用しない。金融政策というのは一番大事なのは市場に、そして国民に本当にやってくるんだという信頼があって初めてデフレ予想が緩やかなインフレ予想に変わるんですよ。だから黒田総裁、あなたは2年でやらなかったら責任を取る、岩田副総裁と同じように責任を取ると、はっきりそう言って臨んでもらわないと困りますけれども、いかがでしょうか。黒田日本銀行総裁。ただいま委員ご指摘のとおり、多くの中央銀行は物価安定目標達成のタイムスパンとして2年程度を考えております。私もこの2年程度というものを念頭において、大胆な、量的にも質的にも大胆な金融緩和を進めることによって 2% の物価安定目標を一日も早く実現するという決意でございます。もちろん15年続いたデフレから脱却するということは委員もご指摘になりましたように容易なことではございません。しかし日本銀行の持っておる政策手段のすべてを動員してできることは何でもやるということで強いコミットメントをし、それを市場に適切に伝えて期待を転換させるということも重要ですし、そういった期待を裏打ちする大胆な金融緩和政策を取っていくと。 2% の物価安定目標はご指摘のようにすでに1月の政策委員会で決定された事項でございますので、これは必ず実現しなければならないというふうに思っております。山本幸三君。必ず2年で実現しなければならないと決意を伺ったと理解いたしました。大変ありがたい。もうあなたに日本国民の運命はかかってんですから、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。そこで金融政策アベノミクスに対するいろんな疑問とかがありますけれども、金融政策だけでデフレは脱却できないという議論を日本銀行をはじめ、あるいはその御用学者がいろいろやってきました。これに対する一番いい反論はですね、一番いい反論は、じゃあ金融政策だけでデフレが脱却できないとしたら一体どういうことが起こるのかというのを考えるのが一番いいんですよね。安倍総理、何が起こると思います？安倍内閣総理大臣。この2年間、山本委員からいろいろとご指導をいただいているんですが、こういう、俗説的なですね、反応に対しては、
もし、中央銀行がですね、一切いわばデフレ脱却に向けて、効果を与えることができないということであればですね、例えば長期国債をですね、日本銀行から市中からどん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 買っていったとしても、それはインフレにもならないということであればですね、これは結果としてですね、財政ファイナンスをどんどんお願いできるということになってしまうわけでありまして、しかしそんなことにはならないわけであります。ですから、まさにそうならないということについてですね、デフレ、インフレは貨幣現象であるということを、論理的にある意味、証明していることになるんだろうと、こう思うわけでありますし、今の我々の政策について批判をしている人はですね、自分の本の中でですね、中央銀行は残念ながらデフレ脱却に対してほとんどできることはないということを書きながらですね、一方、長期国債を買えばインフレになるとこう書いてあるんですね。相矛盾すると同じ本の中に書いているということもありますから、その論理は私は間違っているんだろうと、このように思います。以上、陽斗晃三君。全くおっしゃる通りでですね、金融政策だけでデフレ脱却できないということを突き詰めていったら、日本は無税国家になるということができるということを言っているんですよ。つまり国債を買ってどんどんお金を出しても物価上がらないと言っているんですから、そうであれば市中にある国債を全部買い占めればいいんですよ、日本銀行が、ね、そういう国債の累積問題一瞬にして解決します。そして将来増税をして国債償還する必要がなくなる、日本は無税国家になるんですよ。そんなことありますか。だけどありえない。必ずどっかの段階でインフレになるんですよ。だから金融政策だけではデフレが脱却できないという質問者がこの後から出てきたら、その答えしたらもう一発で終わりますから。でそこでその貨幣現象ということなんですけども、あんまり数式とか出したくないんだけど、言葉だけで言ってるとちょっと分かりにくいところも逆にあるので、ちょっと一回出た数式も使ってですね、言いたいと思いますが、これは資料でお配りしていると思います。で私の言いたいのは全部じゃなくて3番目のところが一番大事なところであります。で1番目のM イコール PT 貨幣数量方程式、これは基本的な方程式ですが、これには短期的には成り立たないというケインズ案の批判もありますが、長期的にはケインズ案も名目賃金は調整されて成り立つ。だからどの経済学の立場に立っても長期的にはこの式は成り立つということで、理解されています。でその間の条件がその長期的の間に落ち着いてくるということですね。でところがこの式だけで考えているとよくわからない。よくわかるためには変化率を取って3の式にしないとよくわからない。でその前にその1の普通の式だけで名目 GDP の比率で各国と比べて日本は金融が緩和してますよという議論が日本銀行が行って、それをいろんな人がやってます。まあ、おそらく前原さんが同じようなことを後から言うんじゃないかと思いますけれども、しかしそれはあんまり意味がない。なぜ意味がないかというと、日本人は現金が好きなんですね。海外では現金なんかあんまり持ちません、危ないから。だから日本ではもともと比率が高い。でそれから分母の名目 GDP というのは日本は20年前と同じだけど、その間にアメリカは 2.5 倍、イギリスは2倍と変わってるわけで、その変わってるベースを元に比べて日本の方が高いから、ね、金融緩和してるという議論をしたってしょうがない。大事なのは物価がちゃんと 2% になってるかということが実現できるかどうかということだって、他の国のことのやり方を言ったってしょうがない。でそこで3のところで、ここはちょっと問題なので議論ちょっとしたいんですが、要するに物価上昇率デルタ P、 物価上昇率というのは貨幣の供給の増加率プラス貨幣流通速度の上昇率マイナスの実質経済成長率です。こういう式になる。
で問題はこの一番最後のところの実質経済成長率というのはマイナスの影響がある。よくこの予算委員会でも財務金融委員会でもいろんな人が議論しました。デフレ脱却するため実質経済成長率は高くなきゃいけないんだと。あるいは白川さんも成長力強化が一番大事だ。逆ですよ、この式から見ると。つまりそこでちょっと気になるのが成長戦略との関係です。成長戦略、成長力強化というのは生産性を高めて潜在成長力を上げるという政策です。それは供給力を増やすんですね。だけど需要が整わなければ逆に需給ギャップを開いてデフレ要因です。それがこの式で示した。でその意味では第三の矢の成長戦略というのはこれは他の点からも非常に大事なんだけれども、日本の全長期的な在り方から考えて成長をさせるというのは大事なんだけれども、金融政策という全面的なバックアップがなければ逆にデフレ要因になるんです。このことが非常に大事なので、この点について甘利大臣のご見解をお聞きしたいと思います。甘利経済再生担当大臣。今の話をテレビで見てられてたのが何人がこの話が分かるのかよく分かりませんが、私も専門家ではありませんけれども、それはですね、前提条件があった場合だと思いますね。日銀がベースマネーを増やさない、マネーサプライを増やさない、つまり金融で縛っている中においてそういうことが起きるとそうであるというふうな前提が必要だと思います。ただ経済成長していく場合には資金ニーズが必ず起きてきます。で日銀としては金融政策として当然資金が潤沢に供給されるような対応をしなければいけないと思いますし、現実問題としてはそういう対応をしてくると思いますので、その限りにおいてはそういう事態を多く起こらないと。だそういう意味では確かに金融政策はとても大事だということは委員のおっしゃる通りだと思います。山本幸三君。おっしゃる通りでですね、金融政策がしっかり行われないと成長戦略も効かないんです。それから第二の矢の財政政策のところも実はそうなんですね。あんまり難しいことばっかり言ってて叱られるんで、もう自分で言っちゃいますがマンデル・フレミング理論というのがありましてね、変動相場制の下では財政拡大をやると国債発行して金利が上昇しかかるので為替レートが円高になって効果が出ないんです。これが自民党政権でずっと続けてきたことですよ。いくら財政拡大やっても円高で相殺されて効果が出なくて国債の発行高だけが積み上がっちゃった。金融政策がなきゃダメなんですよ。金融政策で金利を下げて、いやそれは民主党も一緒ですかね。それはこれは反省をしなきゃいけないと思ってます。私は自民党もね、金融政策の役割がしっかりと並行して行われないと財政政策効かないんですね。でこれはぜひ財務大臣、もうお分かりだと思いますけれども、ご決意のほど。麻生財務大臣。ここでアービング・フィッシャーの名前を聞くとは久しぶりで思い出しましたね。学生時代に以来聞いたことなかったんで、アービング・フィッシャーの名前は久しぶりで、マンデル・フレミングとか随分習わせられましたんで、もう50年も前で忘れましたけれども、今言われたように日銀の金融政策、今回で1番目ですけど、1番目の日銀の金融政策に関しましては、いわゆるイーディング、お金を、金融を非常に緩和させますという、これ優先順位は多分一番であることははっきりしているんですが、緩めたからどうなるといえば、先ほど言われましたように緩めたらお金は間違いなく市中銀行までは行きます。だからマネタリーボンドは増える。そして問題は市中銀行からお金を借りてくれる企業なり個人なりがいないとマネタリーサプライは増えない。もうご存知の通りです。
このマネタリーサプライが増えない間は間違いなく物価が上がるとか景気が良くなるとか経済成長率が上がるということはありえない、でもはっきりしていると思います。したがってこれから先の増やしていくためには第2第3の矢が大切なんで、この3つを一緒にドンとやったのが今度のアベノミクスの一番大事な観点なんだと私はそう理解をしております。従いまして今言われましたように予想インフレ率っていう言葉がいろいろ使われますけれども、これを言って少なくともデフレが固定していると思われている状況では、人は今日より明日が安くなる、明日より明後日が安くなると、これは物は買いませんし設備は投資しませんから、明日高くなると思えば今買った方がいいということになっていく、そういった気持ちの問題なんであって、これが行き過ぎるとインフレ率がバーンと上がって、私は買って住んでおりましてブラジルみたいなことになるとえらい 1000% とか 1200% みたいなことになり得るんですけれども、そういった状況ではない、少なくとも今マイナスの状況をプラスまでには何としても持っていきませんと、これは少なくとも財政というものを考えたときにおいて GDP との比率で今1000兆と対500兆、まあ、簡単に1対2みたいになっておりますから、これを少なくともその比率をずっと変えていかないかんというためには GDP を伸ばすためにはこの2番目3番目というものがきっちり作動しないと、今言われた問題デフレからの脱却含めてデフレ不況からの脱却というものも達成しえないと思いますので、この2つ3つ一緒になってやっていくのが一番大事なものだと思っております。その山本幸三君、今財務大臣がおっしゃった最後のところの予想インフレ率に影響を与えるとは非常に大事なんですね。これが金融政策のいわゆるレジーム転換、まさに 2% の物価目標を持って大胆な金融政策をやるというアベノミクスで、そこの予想インフレ率が変わるんですよ。それから実際にまた変わるのはマネタリーベースを増やすと予想インフレ率は上がってきます。でこれは物価連動国債との間の比率であるブレイクイブンインタレストというのとマネタリーベースと見ますとね、きれいに上がってくるんですね。そこで初めて人々が消費をしようという気になる、あるいは企業が投資をしようという気になるわけですね。将来の物価が上がると思えばじゃあ今買おうかと、今作った方がいいじゃないかということになるんで、そこを作り出すのが大事で、これがまさに金融政策のレジーム転換であり、マネタリーベースを増やして大胆な金融政策をやってそれを変えていくんですね。これが非常に大事です。だから当面はおっしゃる通りあんまり貸し出しは増えないんですけども、そこが動いていってさっき見たところの貨幣の流通速度というのが上がってくることによって徐々に経済が動き出す。でこの前前原さんのお話聞いてたら、予想インフレ率上がってもむしろ貯蓄に回して買わない人が出るんじゃないかという議論があるって言ってましたけども、私は本当にそうだろうかと。だって今貯蓄したら1年後には 2% 目減りするんですよね。目減りして1年待って高くなったやつを買う人ってのは少なくとも合理的ではないですね。非合理的な人がいないとは思いませんけれども、体制がそうとは私は思わないので、必ず大胆な金融政策レジーム転換で予想インフレ率が上がって、実際今去年の初めぐらいはマイナスだったんですけど、今 1.4 ぐらいの予想インフレ率上がってきています。これを2、まあ、消費税の影響があるから2から3ぐらいに上げていかないといけないので、そこがさっきの黒田総裁の決断で何でもやるということでやってもらうわけであります。で問題はそういうことをやっていくときに、やっぱり実体経済が良くならないといけないとおっしゃる通りだと思います。失業率も減って賃金も上がらなきゃいけない、まあ物価だけ上がって賃金が上がらなければ問題だという議論がありますが、まあ、それは起こらないと思います。というのは消費者物価の中身というのはほとんど賃金の塊ですから、だから賃金が上がらないで物価が上がるということはありえないと思いますけれども、その心配はないと思うんだけども、雇用とか、については問題がありますが、
インフレ目標 2% が達成できると失業率というのは大体どれぐらいになるんでしょうか、厚労大臣。田村厚生労働大臣。山本先生とこうやって予算委員会でこういう議論ができるというのを本当に感慨深く思っております。まあ、20年ずっと日銀とですね、山本先生は、まあ、当初デフレの入り口だったと思うんですけれども、日銀総裁とこの議論を戦わせてこられた、議事録なんかで拝見をさせていただきましたけれども、なぜ自民党があの選挙で負けたんだ、いやその前に自民党がなぜ支持率が上がらないんだという議論をよくしましたよね、本会議場で。で、当時やはりこのデフレというものを対峙しなきゃいけない、国民の所得が上がらない、失業率が上がっている、こんな状況をどうやって、是正するんだ、まさにデフレを脱却するしかないと言って、その選挙が終わった後に議員連盟を2人で作ってですね、そして、その後安倍、当時元総理にですね会長になっていただいて、まあ、今のアベノミクスがあるんであろうと私も思っております。そういう意味では、まあ、日本の国を救おうという熱い思いで、まあ、啓蒙された山本議員にですね、私は敬意を表するわけでありますが、今のご質問ですけれども、フィリップスカーブ、日本の1980年代で見ると大体物価上昇率 2% で 2.5 付近だと思います。まあ、ただ今現状でですね、そのフィリップスカーブがどういうような状況になっているかは私はわかりませんけれども、まあ、1980年代から90年代初頭にかけてはそのような数字であったというふうに認識いたしております。山本幸三君。私も同じような感じで思っておりますが、ぜひそうなるようにですね、していかなきゃいかんなというふうに思います。で、その他に、アベノミクスに対する批判ですね、いろいろありますが、まあ、要するにさっきの数式がよく分かってない人ばっかりです。で、大きな批判というのは財政ファイナンスで金利は高騰するんじゃないかという批判、あるいはハイパーインフレになるんじゃないかという批判があります。しかしこれは物価安定目標政策とは何なのかというのは分かってない議論なんですね。物価安定目標政策というのは 2% という目標を持って、まあ大体プラスマイナス1ぐらいの許容範囲で考えるんですけども、それを超えたらマイナスもいかんしプラスもいかんよという政策なんですね。だからさっきの数式のちょっとその左辺の P のところが2で固定されちゃったんですよ。もう2で2で固定されちゃったんだから、それ以上マネーの増やしようがない、それ以上国債買わないということを約束するということと同じことなんですよ。だから物価安定目標政策というのがしっかり定着すれば財政ファイナンスの心配もないし、ハイパーインフレの心配もないんですよ。そのことが物価安定目標政策の大きな機能なんですね。これが高橋財政の時と違うんですよ。高橋財政の時は国債の日銀引き受けという金融政策のレジーム転換で一気にデフレ予想をインフレ予想に変えました。そして財政拡大につなげました。しかし226で高橋惠清さんが暗殺されて以降、歯止めが効かなくなるんですね。どんどん貨幣の供給量を軍部の要求で増やし続けて、それを日銀が引き受けるという形で やらざるを得なかった。あの時に 2% なり 3% というのが物価安定目標政策でありますよと言っていたら、そんなことはありえなかったんですよ。だから物価安定目標政策というのは非常に意味がある。まあ日本が放漫財政に陥らないというための人類の英知なんですよ。これはこれを大事にしなきゃいけないんです。そのことをしっかりと認識していたら、財政ファイナンスであるとか、あるいはハイパーインフレが起こるなんてことはありえないんですね。これをぜひ私は多くの国民の皆さん方に理解をしてもらいたいなというふうに思っているわけであります。それがまたアベノミクスの高橋惠清を超える素晴らしいところなんですよ。
もうだって戦争なんて起こすなんて憲法上できないんでしょ。だから M が無制限に増えるなんてありえないんですよ。そういう前提で、しかし財政健全化のためには長期金利との関係が大事になります。これは、予算委員会でも財務金融委員会でも野党の先生方から指摘がされて、私は非常に重要な点だというふうに思っております。ただその長期金利の話をされるときに、先ほど麻生財務大臣がおっしゃったフィッシャーの方程式というのがありまして、これは長期金利はイコール実質金利プラス予想インフレ率という、この式が成り立つから物価目標 2% といったらすぐに長期金利がその分上がっちゃって、実質金利は変わらないから経済に何の効果もないということを言うための議論ですね。財務省がインフレ目標政策、物価安定目標政策を言ったときにすぐこの議論をして、安倍総理のところにも問題ですよと言ってきたんじゃないかと思いますけれども、間違ってます。もうすでに経済理論の間では名目の長期金利は物価予想インフレ率ほどには上がらないと、これはマンデルが証明しています。どうして上がらないかというと、経済が成長していくにうちに所得が増えて貯蓄が増えるから、その貯蓄で国債吸収していくということ機能があるので、完全にはそこまで上がらないんです。したがって長期金利が上がって経済、実質経済が効果がないということは、心配ないというふうに思ってますけれども、財務大臣いかがお考えでしょうか。麻生財務大臣。国債が増えれば金利が上がりますとずっと言い続けてきたじゃないですか。財務省は上がりましたか。 7% だったんですよ昔は。今 0.55556、間違ってんじゃないでしょうかね。山本剛三君。いや、おっしゃる通りですよ、ね、金融政策がちゃんと機能すれば金利は上がらないんですよ。しかもそれは理論的にきちっと証明されているわけでありまして、そこでただし名目成長率との関係ではまだ問題も出るわけですね。やはりこれまでデフレでもありましたから、日本の名目成長率は低いです。したがって長期金利よりも低いで、そのために財政の健全化ということについて非常に危惧があるというのは、私はこれはもう当然の懸念だし、真っ当な議論だというふうに思います。したがってそれをどうするか、増税も含めてですね、考えていかなきゃいかん。世界各国の例を見ますと、名目成長率が 4-5% になると大体、長期金利より高くなる状況になるんですね。だからそこまで日本がいけるかどうかが問題ありますからね。これはこれから財政の健全化というところにはしっかり考えていかなきゃいけませんが、しかしその前に何としてもデフレから脱却して少しでも名目成長率をプラスにするよということがなければですね、もういくら増税したって足らないということになるわけですから、これをまず第一歩やるのがアベノミクスで、私は非常に大事なことだというふうに考えております。アベノミクス成功するためには思い切った金融緩和政策が必要であります。でこれについては、明日から金融政策決定会合が開かれるわけでありますけれども、副総裁、しっかり頑張ってもらいたいと思います。これは合議体ですから、他の審議員の意見も必要になりますが、安倍総理が政治的課題として 2% の
物価安定目標と示したんですから、これをしっかりと実現するためには審議員も頭を切り替えてですね、それに協力してもらわなきゃいかん、そういうことをしっかりと私どもはチェックしていきたいというふうに思っておりますので、そのことを申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。